はい、皆さんこんにちは、ありがとうドリブル塾です。はい、今日はなんとなんとキーパーの方が来てくれてます。もうこれ出会ってからしたら嬉しすぎるぐらい嬉しすぎます。はい、こちら翔太さんです。よろしくお願いします。いきなりの僕からのオファーに対して秒でいいよと秒で、しかもそう、その秒で返事してくれた理由がなんとミナーズを見てくれてます。視聴、はい、ミナーズ、これジャイアントカズキさんの同じやつですよね。はい、ジャイアントカズキさんのキーブロも持ってるくんで、翔太さんに今日はキーパーをしていただきます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しくない？これ今日翔太さん見事オファーに成功したんです。何をやりますかと言いますと、はい、シュート対決。おはい、ということでレガテの動画にはなんとも難しいキーパーありでのシュート対決をやっていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。ゴーゴー。はい、今日はシュート対決の形式としては、はい、前回ウィナーズに来てくれた佐藤久人さんが教えてくれたシュート練、はい、最後僕たちオフェンス陣だけでやった居残り練習あるじゃないですか、はい、そのうちの2種類をちょっとやりたいと思います。ダイレクトで打つダイレクトシュートと反転して打つシュート、どっちも距離的にはもうペナない。で、佐藤さんが言ってたのは、ペナルティーエリアの中から生まれるゴールがほとんどのサッカーの試合です。だからそこを決めきれる選手になりましょうということで、はい、今日はこの2種類をやっていきたいと思います。はい、いやーナイスキーこれ手強いぞこれ手強いよはい、一応練習を兼ねた対決なんで、対決企画であるんで、一応は先攻後攻決めましょう。はい、最初はシーザージャケン、ほい、アイコンマックスジャケン、ほい、どっちに行く、様子見ましょうね、後攻で。オッケーオッケー、じゃあ先攻ね。はい、ということで僕先攻なんで、ここからシュート行きたいと思います。1つ目、1種類目のシュート対決はダイレクトシュート、佐藤久人さんが教えてくれたやつなんですけど、ここからシンプルにボールを転がしてもらって、この転がってるボールに対してアプローチして、このダイレクトで今のはダメな例です。ナイスキーです、ショートさんが。こんな感じで。じゃあ、これは、それぞれ10本対決。はい。10本中何本決めれるかっていう。よし、10本勝負。ショートさん、全部止めてください。止めたらいいですか？はい、お願いします。1本目。いやー、これ1番か。4目。いやー、これあかんいや、まず吹かさないことが大事。これの。枠入れてこ、枠6本以上。4本外したらやばいですね。頑張ります。いやーナイス、いやー触ってたけど、あーいや、いやーブラボー、いやーブラボー、佐藤選手が言ってましたね、力じゃないんですよ、コントロール、コントロール、それを今実践してる。おー危ない危ない、大きい翔太さん、いやーいやーいいよ、
1点リードされてる。まあ、次があるんで。はい、ということで、続いて第2ラウンドです。第2ラウンドは、佐藤久津さんが教えてくれた練習なんですけど、まあ、こっちボール持ってる人が立って、こっから浮き玉でボールもらって、反転して、こっからシュートを。で、これをしっかり決め切るっていう練習です。まあ、大事なのは、ここのファーストタッチと反転から、早くシュートまで持っていくことですね。まあ、ただ一番はやっぱファーストタッチですかね。大事って言ったのはやっぱファーストタッチ。どんな体勢からでもシュートを決めきるっていうことを一回心を意識して。オッケー！いやー、素晴らしい！詰めてる、ナイス！反応すごいね。足元いった！ナイス！3本目！やーい！ということで、ただいまシュート対決終わったんですが、はい、ちょっとグラウンドの時間が来てしまって、途中で、2種類目、シュート対決今日2種類やる予定だったんですけど、1種類終わって、2種類目の僕の途中で、ちょっと時間が来てしまって、急遽、中断になりました。1種類目、シュート対決、勝者見事、翔ちゃんです。7対6ですね。1点差。はい。いや、でもそれ以上に翔太さんが、僕たち、びっくりしたのが、飛ぶ。そう、飛ぶ、めっちゃ飛ぶ。飛ぶ。いや、もう、とにかく、翔太さん、今日本当に、いや、マジで楽しかったっす。めっちゃ楽しかった。やっぱ、キーパーいるの違うね。キーパーいるだけで。次も、お願いします。また、よく隣でやってるんで。いや、目がて、準レギュラー決定。かぶらそう。キーパー決定かもしれない。いや、めっちゃ嬉しい。でも、やっぱキーパーいるのといないのでは全然違うので、本当に今日ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ練習になりました。はい、ということで、今日の動画はこれで以上になります。はい、今日の動画が良かった、面白かったと思ってきたら、ぜひグッドボタンの音とチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。翔太さん、本当にありがとうございました。それでは、はい、いつも翔太さん見てくれてるタイミングが最後の終わりです。わかります。わかります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time! いやー、リゼマだったまさかのリゼマだったありがとうございました。